はい、こんにちは、カフワです。いや、プライムデー先行セール開催しましたね。今回この動画ではコーヒー豆でね、安くなってる商品とかお買い得なものあったらね、そちら紹介していこうかなと思います。はい、まずねコーヒー豆っていう風に検索するとこんな感じで出てきます。プライムデー先行セールってね書いてあるもの、片っ端からね見ていこうかと思います。はい、まずはねヒルスのリッチブレンド 600g ですね。豆の状態です。これプライムデー先行セールで 41% オフってなってますね。値段770円。はい、チャート見る感じこんな感じで、苦味とストロング強めというところでね、かなりねどっしりとした苦めのコーヒーなんじゃないかなというところ。原材料はベトナムとブラジルのブレンドというところで、ベトナムが先に来ているので比率的にはねベトナムの方が多いのかなという感じですね。まあ、ベトナムってあんまりこういい印象受けないっていうところもあるんですが、製造が UCC だし、まあ、そこまでね気にしなくてもいいのかなっていう感じですね。にしても 600g770円か、安いな。普段 360g の業務スーパー500円ちょっととかで買ってるので、そう考えるとねこれめちゃめちゃコスパいいんじゃないかなと思います。まあ、ヒルスだしね、誰でも知ってるようなブランドですもんね。過去1ヶ月で1000点以上買われてるし、これが結構ね熱いんじゃないでしょうか。はい、続いてねドリップコーヒーファクトリー、こっち見ていきましょう。リッチブレンドコーヒー豆のまま、1kg、500×2 袋ですね。こちらが先行セールで 5% オフ、値段が1767円というところで、まあ、5% ってあんま引かれてないかなという感じはしますね。はい、味のチャート見るとリッチブレンド右上の一番苦くてコクのあるボディのあるコーヒーらしいです。これもね、結構前に飲んだことあるんで、だいたい味覚えてるんですけど、確かにね、ぐっとね、苦味中心な、ゴリゴリしたね、コーヒー豆って感じですよね。まあ、普段の値段がね、1860円っていうところなので、まあそこまでね、値段としては変わらないのかなっていう感じはするんですが、それでもね、愛用してる方いると思うんで、まあこの際にね、買っておくのもいいのかなと思います。古き良き喫茶店時代のコーヒーをイメージ。こちらのね原材料はブラジル、ベトナムというところで、さっきのヒルスと同じなんですが、配合の比率がブラジルの方が多そうですよね。左に来ているので結構濃厚な味わいのコーヒー好きな方、これはいいんじゃないでしょうか。同じくドリップコーヒーファクトリーのこっちはリッチ&オリジナルのアソート、さっきのリッチコーヒー 1kg 1700円に対して、こっちは 2kg で2700円というところで、単純な計算、こっちの方がねお得なものとなっています。リッチブレンドとオリジナルブレンド両方入ってるってことでね、いろんな味楽しみたい方いいんじゃないでしょうか。この豆はね 15% オフっていうところで、普段だと3240円、良さそう。はい、さっきはねリッチブレンドだけだったのに対して、こっちはオリジナルブレンド入ってますね。よりコクのあるコーヒーからちょっと酸味も効いたライトなオリジナルブレンド、こっちもね入ってるってことで、まあ、日によって気分によって飲み比べたい方いいんじゃないでしょうか。普通にね 2kg で2700円ってめちゃめちゃ安いよね。 1kg 1350円、1380円ぐらいとして 500g ね、またその半分だから700円しないぐらい、安い。ドリップコーヒーファクトリーはねかなり買われてる方もね常にいるような感じなので、これもいいんじゃないでしょうか。はい、続いてこちら東京コーヒーオリジナルオーガニックブレンド、こっちは有機栽培のコーヒー豆使用しているっぽいですね。豆のまま 400g 1939円、普段の 30% オフ。さっきの豆とかに比べると、まあ、単価はちょっと上がってしまうんですが、ジャスニンって安心オーガニックというところで、かなりねこだわりの見えるコーヒー豆ですよね。当日焙煎とか選べるの？当日焙煎とかも選べるようで、そうなるとさらに100円200円ぐらい上がるんだ。すごっ。めちゃめちゃ新鮮なコーヒー飲みたいで、これいいな。あ、でもそんな売れてないのか。1ヶ月50銭。何これ。生産国ペルー、東ティモール、他人気オリジナルブレンド。甘みのメーター高くて結構コクもあって中深入り。これめっちゃ美味しそうじゃん。アメリカ人と日本人のハーフの兄弟が経営するカフェロースタリーね。なんかこういう生産者じゃないか、こういう販売者のバックグラウンド見れるとね、ちょっとね気になっちゃいますよね。品質高そう。一旦カート入れとく。今ねブラウザプライベートモードで見てるんで、ちょっと後でねこれ買うかもしれないです。次、はい、こちらですね、サワイコーヒー。いや来ました、この赤いパッケージがねめちゃめちゃ印象的なサワイコーヒーなんですが、
これもね飲んだことあります。この動画でね上げてるんで、気になった方はぜひ動画見てからこの豆ね検討してもらいたいんですが、これねうまいんですよ、このコーヒー豆。エスプレッソブレンド、ジャーマンブレンド、プレミアムブレンド、かっこ濃い味、3袋 500g ずつで 1.5kg で3399円、150杯分で、普段の 10% オフっていう感じで書かれています。だから 500g1000 円ちょっとでしょ、1100円とかでしょ。まあ、なんか超絶コスパいいかっつったら普通なんですけど、いやコスパいい方か。これね何がうまいって、結構エスプレッソブレンド、ジャーマンブレンド、プレミアムブレンド、どれも濃いめなんですよね。ジャーマンブレンド飲んだことないかもな。そう、エスプレッソブレンドとこのプレミアムブレンドみたいなの飲んだことあって、あ、ちょっと待ってな、動画のコーヒーもしかしたら違うかもしれないんですけど、かなりねグッとくるような、カフェオレとかミルクとかと相性良いタイプに仕上げておりますみたいな感じで書かれているんですけど、こっちもか、ジャーマンブレンドも、だ3つともかなりコクのあるねどっしりとしたコーヒー、こういったねコーヒー好きな方にはねめっちゃ刺さるような、そんなコーヒーです。生産国書いてないな、どこだ、水、ちょっとね生産国見つけることできなかったんですけど、これもね全然間違いない美味しいコーヒーなので、ちょっとね多めのコーヒー豆いっぺんに買いたい方、これいいんじゃないでしょうか。はい、お次もねドリップコーヒーファクトリーストロングブレンド、豆のまま 500g4 袋ってことは2kg か、 2kg で2711円、めちゃめちゃね安いですね。最も深入りストロングブレンド、酸味とか甘みっていうのをカットしてこの苦味香りに振っているって感じですね。めちゃめちゃ苦いコーヒー好きな方、ああなるほどね、パンケーキとかそういったねデザートと一緒によくコーヒー飲む方とかにいいコーヒーか、そうなんですよね。さっきもねちょっと伝えるの忘れてたんですけど、ドリップコーヒーファクトリーの豆ってこの自分たちで小さい規模で なんて言うんだろう一生懸命焙煎してるみたいな印象があって、自家焙煎にこだわってるみたいなとこなんでね、品質とかにはねあまり妥協が感じないかなというふうに感じてます。品質にね妥協はないと思っています。朝の目覚めの一杯として、午後の食事の一杯としてね5リット飲みたい方、チェックしてみてください。はい、続いてこちらはなんか良さそう、ドリップコーヒーファクトリーなんだ、これも水出しコーヒー40バッグプレミアムというところで、普段多分ねちょっとごめんなさい今キーパー入れてないんで分かってないんですけど、 50% オフ3980円、40パック入っていて4000なので1個あたり100円ってことか。わあこんなのあるんだね。大人の水出しダークコーヒー、本格的な味と香りを手軽に、ここに書いてある感じだとコーヒーバッグ1袋をポットに入れて 500ml の水を注ぎます。で8時間から12時間程度放置。そうなるとめっちゃコスパ良くないか。だいたいね500の水を入れて50ぐらいは吸い込まれちゃうと思うんですけど、100円でまあおおよそ 4,500 の水出しコーヒーが飲めるって思うと、そうだねコーヒーコンビニのペットボトルのコーヒーとか買ってる場合じゃねえみたいな、そんなコスパになると思うんですが、酸味は少なめで濃く苦味香りが高い、そんな感じなんだ。うわー1ヶ月で100点購入されました。一味違う上質なコーヒーね。いや今の時期ねやっぱ暑いコーヒーも夜に飲むっていうのもいいんだけど、やっぱ昼間とかね水出しコーヒーとかでさらっと飲みたいことも、こともっていうかほぼねそんな気分なんで、この時期はこういったね簡単で安くて美味しいコーヒー飲めるって最高ですよね。もうちょいね半分ぐらいでいきたいな、20パック2000円ぐらいとかで売ったらな、そこ買いたいなと思ったんですけど、いやでも良さそう、なんかパッケージも可愛いんでね、家にいる方とかね水出しコーヒー好きな方、いやこれ俺も買おうかな、良さそう。はい次こっちがビーンズトークフレンチローストブレンド、2kg ですね、 500×4 豆のままアイスコーヒーカフェオレエスプレッソアラビカ 100% というところ、深入りのコクフレンチローストブレンド、これもかなり苦めのコーヒーなのか、ブラジルをベースにインドネシアも加えることで強めの味わいとなっています。インドネシアかちょっとこうスパイスの効いたピリッとした感じになってるのかな。今までだとブラジルとなんだっけベトナムか、ベトナムとかが多かったんですが、インドネシアっていうところで、ね、その辺のちょっと違った風味味わいたい方は良さそうかな。こちらが、15% オフの3978円、まあ2キロなんでね結構コスパいいよねっていうところ。
1キロの販売もあるが、割引率というか一袋単価はやっぱ2キロで買った方がお得って感じですね。こういう宣材写真見るとね、やっぱコーヒー今すぐ飲みたいみたいな感じになりますよね。深入りのコーヒー、深入りのコクと苦味、アイスコーヒーにもいいだろうな、うまそう。はい、続いてこちら AGF1000 出ましたね。レギュラーコーヒー濃厚芳醇飲み比べセット 200×2 種類の合計400か1406円。これくらいのね、価格と量で販売してくれるのありがたいですよね。 19% オフの1406円。濃厚芳醇、はい、濃厚の方がタンザニア、コロンビア、ブラジルとかインドネシアとかそういうの減ってきま、減った？そういうのないですね。全然ね、ブラジルとか好きなんですけど、なんかちょっとこうブラジル、コロンビアとかブラジル、インドネシアじゃない何々っていうのから外れるとちょっとおって感じしますよね。これ何、ちなみに豆だよね、コーヒー豆。はいはい、濃厚の方はコクと香り、焙煎の香ばしい香りみたいなのが強い、まあ、普通のグッとね来るような苦味の強いようなコーヒーなのかな。一口の中で移る香りをお楽しみください。わあ、いいですね、香りが煙のような香り、うわうまそう。もう一つが香醇ですね。やや浅めの焙煎でふくよかな香りと澄んだ後味、さっきの濃厚に比べるとこっちはコクとか酸味のメーターがちょっと上がるのか、華やかな香りも上がってるってことでね、これ多分エチオピアとか入ってるんじゃないかなとイメージしてますが、ガテマラとかね、チェリーのような甘い香り、うまそう。これ何入ってますか？タンザニア、コロンビア、はい、全然違いました。あれ、タンザニア、コロンビア、他で調整してる場合もあると思うんですが、あとは焙煎具合がちょっと変わるのかな。うん、浅めの焙煎と他でね調整してる可能性もあるんですが、その辺でねちょっと味わい変わってくるのかな。いいですね、はい、1ヶ月で300点以上販売されました。 AGF もね誰でも知ってるようなところなので、まあ、その辺の品質に安心安定感はありますよね。うん、今まで紹介してきたものと比べて量少ないけど金額も安いってところで、ちょっとねキンキンでコーヒー何かすぐ欲しいみたいなね、とりあえず手元に置いときたいみたいな方いいんじゃないでしょうか。はい、続いてこちらラバッツァエスプレッソバリスタ 500g。 なんだこれ、初めて見たぞ。エスプレッソ、これもゴリゴリ系かな。 37% オフ1298円。というところ、アロマノート、フラワー、味わいの強さ10分の6、極めて長い時間のドラム焙煎。おお、情報がちょっとふわふわしてる気もするが、はい、この豆はブラジル、ホンジュラス、その他。ホンジュラス入ってきた、ホンジュラスね初めて入ってきましたね、こちらはホールビーンズというところで 500g1300円。うん、すごい安いわけじゃないですけど、これ気になりますね。初めて見るパッケージだな。わあ、ちょっと分かりにくいな。おそらく苦めなんでしょうね。ミディアムだけど味わいの強さは10分の6で、ブラジルとホンジュラスを合わせることによって、ホンジュラスのねすっきりとした味わいとか甘い香りっていうのを使いつつ、ブラジルのねコクみたいなのも混ざって結構バランス良さそうですよね、意外と。このコーヒー知ってる方いたら教えてください。初めて知ったな。はい、お次こちらライオンコーヒーバニラマカデミア 198g、 フレーバーコーヒーですね。いや、よくねハワイとか行くとこの辺お土産とかでもらう方多いんじゃないでしょうか。まあ今までのコーヒーと比べるとね、フレーバーコーヒーなんでちょっと特殊なものにはなるんですが、結構愛用してる方もいるのかな。 15% オフ1358円、600個売れてます。日本でもハワイでも常にナンバーワンの売り上げを誇っているライオンバニラマカデミア。そうっすよね、なんかよくコストコとかでも見るんですけど、コストコいくらだっけな、少なくともその辺よりも若干安いんじゃないか。今回に関してはバニラマカデミアっていうところで、フレーバーコーヒー、ライオンコーヒーを初めて飲んだのでおすすめです。フレーバーコーヒーね飲んだことない方とかね、このライオンのマーク気になったんだよなって方いると思うんですよ。うん、 15% オフなんでね、この機会に試すっていうのもありですよね。お次ちょっと贅沢なコーヒー店、レギュラーコーヒースペシャルブレンド、コーヒー粉ですね、こっちはコーヒー粉、
ちょっと贅沢なコーヒー店っていうところでね、ここはねよくスーパーとかでも見ますよね。 22% オフ1692円。これ見る感じスペシャルブレンドはねやっぱストロング、苦味に振ったようなコーヒー、まあ、AGF のねあのなんて言うんだろう、あの安定感のあるようなねちょっと落ち着く感じ、好きな方もいるんじゃないでしょうか。マイルドブレンド、あこれダメなんだ、マイルドブレンドになるとね値段外れちゃいましたね。はい、スペシャルブレンド1キロ、うん、1692円。普段飲んでる方これねチャンスだと思いますよ。 22% オフというところでぜひチェックしてください。はい、続いてこちらキードアーズプラススペシャルブレンド豆 500g。 ドアーズ知らないな、キーコーヒーだよね。うんうんうん、これが 31% オフの1206円。かなり強めの値引きですね。生産国は枠外、どこだと分かんないのか。まあ、いっか、味の特徴を当社基準で見ると、あ、酸味強め、苦味軽め、コク深め、中入り、そうなんだ。今日紹介してるコーヒーの中では真逆をいくようなね、そんなブレンドですね。奥深く豊かなコクのある味わいが特徴です。モカブレンドみたいな感じなんですかね。あ、モカブレンド別にあるんですか。なんか今ここの一覧表を見てる感じ 180g750円とかなので、 500g1200円ってかなりお得なんじゃないでしょうか。これどこの豆使われてんだろう。キーコーヒーもねもう定番というか昔からあるメーカーなんですごい気になるな。知ってる人いたら教えてください。はい、続いてこちら MJB アーミーグリーン出ました。 907g 30% オフの1101円。この緑のねドカーンとした缶めちゃめちゃ特徴的ですよね。これあるとねコーヒー豆コーヒーいっぱいあるなって感じになって、もうアイスコーヒーとかガブガブ作っちゃいますよね。はい、こちらはベトナムとブラジルのブレンド。品質がどうとかっていうよりももう毎日大量にコーヒー飲む人とかね結構愛用している人多いんじゃないでしょうか。これもコストコとかにね売ってて安かったりすると買ったりするんですけど、もう今アマゾンでもね 30% オフなので結構狙い目、うん、良さそう。はい、これも気になりますね。 AGF ちょっと贅沢なコーヒー、これがご当地ブレンド飲み比べ6種類セット、まあ、コーヒーの粉にはなるんですが 230g の粉が6個入ってて2438円、1袋400円ぐらいですね。北海道の皆様に好まれる味わい、どういうこと？北海道の人の思考を調査してレギュラーコーヒーを設計しました。すごい、深入りが好きなんですね北海道の人。北海道深入りの香りと重厚なコクだそうです。北海道の方いたら教えてください。はい、続いて東北の皆さんは豊かなコク、芳醇な香りが漂うまろやかな味わい、ちょっと贅沢な東北の方。東海地方は喫茶店で味わうような上品な豆を丁寧に焙煎して濃厚でありながらクリアな後味が好きだそうです。他にも関西の方は優しい苦味、中国四国の方は柔らかな口当たり、九州は上品で香りが漂うマイルドな味わい、しまって関東はないの。はい、今ね試しにねカフェインレスのもの何かないかなというふうに調べています。主にインスタントコーヒー多いのかなという印象で、ネスプレッソ、ネスカフェのゴールドブレンドカフェインレス 80g、 これが、先行セールで740円。サワイコーヒーのコーヒー豆もあるんですね。 1kg3900円。マウントハーゲンのカフェインレスのインスタントコーヒー、これもねよく飲んでました。こんな感じでカフェインレスのコーヒーに関しても、ブレンディーとかねあるようなのでね、まあ、妊娠中の方とかカフェイン取れない方とか、こういった機会にねある程度まとめて買っておくのもありかなと思ってます。はい、そんな感じでね一通りコーヒー豆とかコーヒーインスタントコーヒーとかコー�ヒー粉とかね紹介しました。先行セールの段階なんでね、これが本番のプライムデーになったら価格どうなるかっていうところはねちょっとね未知数ではあるんですが、難しいな。正直こっからもっと安くするってことはないと思うんで、まあ、そんなことしたらねかなりクレーム入ると思うんですよ。なので結構こう自分のいつも飲んでたコーヒーとか気になったコーヒーね安くなってんのを知って飲んでみたいなって思った方ね、この機会にぜひどうでしょうか。またねプライムデー始まったらコーヒーとかガジェットもいけたらね行こうかなと思ってます。はい、そんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。